ちょっと MMA の厳しさを教えてあげようと思ってるんで、まあ、マウント取って肘でボコボコにしてやろうと思います。喧嘩します。喧嘩します。ふざけんな、お前がボコボコにされたけの試合なかった。勘違いするんだよ。喧嘩自慢なの知らないけどね。やってきた歴史が違うんで、それがキックだろうが MMA だろうが分かんないんで。中学卒業したその次の試合もプロですね。格闘エリックス。彼が K1 で残してきた、まあ、そういう実績とかは、まあ、そんなにすごいなと思うんですけど、まあ、僕らも K1 でやってきた公式は、まあ、これからは全く通用しないし、ちょっと MMA の目標にも思い知ってもらったなと思ってますよね。 MMA の打撃ってのは全く違うんで、そう、弱いやつみんな言いますよ。強いやつは何のルールかもしれないですよ。私自身はどちらかというと組技からその総合格闘技の世界に入った人間なので、そういう組から見ると、ただの打撃であったり、まあ、パッと動きの足の運びであったりは、何かこう、やっぱ天才なんじゃないかと思わせるような、あと素晴らしいものはあるわけですね。すぐ強くなっちゃったんですよ。ずっと自分は天才だなって思って、そういうものしかやれないから、こういう当て方をしたりとか、こういう避け方とこのコンビネーションなら絶対入ると思うっていうのは K1 の時からずっと考えてたんですよ。少なくてもこの間の斉藤選手と朝倉選手のタイトルマッチみたいな、あんまああいうつまんない試合はしたくないですね。でもただの YouTuber なんですけど、朝倉未来はもう死んだでしょ。俺からしたら僕の方が悪いです。全然悪くないです。はい、これは挽回したいです。ぜひ倒して。いろんなことに対してちょっと勘違いしてるかなと思って、公開処刑してやろうと思ってます。バカっすもん。僕の打撃だったら分かるっすよ。速攻分からせるっすよ。僕もそういう MMA ならではの、まあ、その肘だったり、まあ、ちょっと相手の心を折りに行くような攻撃いっぱい用意してるんで、キックボクサーとか関係なく、あの平本蓮っていう人間がどんだけ強いかっていうのをあの見せれると思うんですよ、総合格闘技で。まあこのリングの上で、まあ、どっちが本物かちょっと決着つけようと思ってますね。俺なら総合で世界取れるって思うんで、今回も平本蓮 VS 萩原京平じゃないんですよ。平本蓮のデビュー戦ですね。そういう試合です。